ナミさんお疲れ様です。今日も動画の方を送っていただきましてありがとうございました。ええー、ありがとうございまーになっちゃいましたけどもね。ありがとうございました。今日の深夜のコソコソ話ですけども、YouTube のショート動画、やってみるもんですね。ボガーンと再生数が上がります。これ瞬間的に再生数を取って、チャンネル登録とか、 他ののの動画への流入っていうのはほとんんど関係ないんですけどもでもなんかね再生数がドーンと上がると作ってる方としてはちょっとモチベーション上がるじゃないですかそれが一番のポイントかなと思いますねこのショート動画でショート動画に特化したチャンネルを作るっていうのも一つの考えだと思いますただこれね別のショート動画に移っていくかなと思ったらあんまり期待できないのかなと思っちゃいますけどもでもそのショート動画って TikTok をはじめインスタグラムでもその 若いね可愛らしい女の子があのアイドルさんの真似をしてか、まあ、可愛らしいダンスを踊ったりするっていうのはこれはね横展開していくことが散見されますので多分そういう使い方はあるんだろうなと思いましたねじゃあこれをビジネスでどう使うかってことになるとちょっとわからないんですけどもただ短いギャグをねあのたくさんショート動画でやっているお笑い芸人さんがいるなとも思ってるんですよだからやっぱこう使い方次第でいろいろと バケることがあるんだろうなとは思いますけども今のところねどのように使っていけばいいのかアイディアはそんなに私も浮かんでいきませんですんでショート動画を撮ったらまあ再生されるのよねみたいな自分のアカウントの中に再生回数の多い動画がどん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 搭載させることによってまあ広告費には少し影響が出るんではなかろうかっていうことを楽しみにしてますかね、はい、じゃ YouTube のショート動画の特徴これからも作りながら試しながら探っていきたいと思います ま何かナミさんに気づいたことがあったら教えてください。でタカさんなんですけどもナミさんのおかげもありましてねタカさんとのやり取り順調に進んでます。やっぱりこれはナミさんというきっかけがなければこういうふうにね私にとってもタカさんにとっても未知の反応っていうのは起きてなかったと思いますんで本当にこれはナミさんの功績が大きいと思います。うんやっぱりこうね誰と誰を結びつけたらいいかっていうこのアテンドの才能っていうのも多分こういう情報業界にはあると思うんですよね。 うん、だからやっぱりこう自分がすごいなと思った場合はいろんな人にね紹介していくっていうふうなことも大事かなと思いますしつい先日ですけどもタカさんがねあの YouTuber を紹介するみたいな企画をしたんですよ、うん、で私の塾生さんも紹介してくださってまあ、それによってやっぱアクセスも伸びるしでやっぱ嬉しいじゃないですか紹介された人って、うん、だから私もね YouTube であの 無名な、まあ、私も無名ではありますけども再生回数やチャンネル登録の低い人をあえて紹介するようなコーナーをやったらどうかなみたいなことを思っちゃいましたねまあ思うだけでじゃあやるかって言ったら別にすぐやろうっていうところまでモチベーション湧かないんですけども、まあ、とりあえずはねタカさんから今また気になる男シリーズ来てますんで変身動画を撮って、まあ、今日スタートしようかと思いますそれでは速可塾久保哲郎今日も営業開始でございますいってらっしゃい